特大ケージにバナナトラップ仕掛けてみた。すごい光景が見れるんじゃないかな。ヘラクレス採集ですよ。日本にある唯一のグアドループ島です。いや、ここが、はい、はい、おお、すごいね、すごいね。3、2、1、はい。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが平貝塚さんです。平岡、平岡さんか、すみません。平貝塚って、やっちゃった、すみません。なんでゴミ箱にすんの。すみません、俺のこと。笑いのゴミ箱、うん、全部吸い込むの。めっちゃ滑るやつって最悪やん。まあ、すみません。平岡、怖っ、でかっ、声。平岡、いや、限界来たじゃないですか。でかい声出しすぎて。逆か、岡か。そう、岡や。へこましちゃって平貝塚になっちゃいました。何しちゃうの。右に拳、左に拳、右前、左後方、右後方、右前、左前、右、一緒に出てくる。今日も早速やっていきたいんですが、うん、はい、まあ今日は普段と違って、そうですね、はい、珍しく、あの贅沢使い消しゴムを用意してまして。消しゴムじゃないからね、はい、テーブルね。テーブルです。はい、すいません。はい、すいません。いや、そこまで追い詰めてないよ。笑ってほしくて贅沢消しゴムって言っちゃいました。いや、追い込まれてない。それ記者会見じゃないって。すいません。今日はだから普段と違う机があるというところで、うん、なんだと思います。まあ、テーブルがあってできること、うん、ああこのチャンネルといえばみたいな、うん、カードバトルかな。いや、このチャンネルといえばじゃなさすぎるだろ。まず俺ら世代は廊下とかでやってて傷だらけになってたけど、うん、あったけど、うん、デュエルじゃない。いや、デュエルなわけないでしょ。僕コレクション派なんで。あ、そうよね、はい、戦う人じゃない。そう、ルールは覚えらんないんですよ。虫キングぐらいやったもんな。虫キングもそうですね、うん、だから虫キングもその僕が思春期入る頃にようやく宮崎に1台置かれたんで。じゃあだいぶ遅れてるんじゃない。そうです、そうです。小学校4年生ぐらいの時に虫キングができましたみたいな、できますみたいなのがコロコロコミックに載ってて、ああ、で、うわ楽しみだなみたいな、ね、宮崎のまずゲーセンがないんですよ。え、その当時宮崎って。まああったはあったんですけど、なんか1回10円でできるストリートファイトとか、なんかストリートファイターな、はい。マジなやつだマジ喧嘩やん。金払うなよって話ですよ。10円であ、すいません、朝倉みくるチャンネル見すぎて。すいません。確かに路上の喧嘩はな、はい、そっちじゃないの、はい、ストリートファイター、ね、あ、違う、ストリートファイターの印象しかないんですよ。多分僕が行ける範囲でっていう感じだと思うんですけど、はいはい、そう、小学校の時僕イオンもなかったんで。まあ、はい、確かに地方では結構ね。そうなんですよね。イオンまだない、俺もなかったわ。あ、なかったですか、うん、そう、だからもう僕が行ける場所ってなったら宮崎の街、うん、一番街とかを通り抜けたボンベルタとか。出ました、ボンベルタ、はい、当たり前の。そう、デパート、はい、そう、あとことぶき屋か。あ、はい、それももう潰れちゃってカリーノになっちゃったんですけど。何それ。あ、カリーノってないんすか。何それ。あ、ないのか。当たり前の。あ、すいません。そう、いつ来るんだろう、どこに来るんだろうみたいな、はい、まあ、だったらダイエーなのかなみたいな思ってたらもう全然来なくて。はい、虫キングね。虫キング、うん、で、結果的にじいちゃん家に行った時に一回だけ大きいデパートで虫キング見つけて。おお、そこ小学校6年生かな。あ、いやいや、じゃあもう2年、発売ってか出始め2年経った頃、ね、そうそう、経ったぐらいの時にやっと見れて、もう本物だでやって、その1回限りで、はい、で、中学校の途中でようやく宮崎駅に1個だけ設置されたんですよ、うん、すごいな、やっぱり遅れてくんだ。やっぱ遅れますね、3年ラグあるんで、はい、で、だから最初の頃か、4月ぐらい入ったのかな、うん、だからまだ部活も入る前かな、うん、に行ってみたものの、はい、子供がめっちゃ並んでる中で、まあ、僕その当時坊主なりたてみたいな感じだったんで、野球でね、はい、で、並ぶのも恥ずかしくて、結局1回だけやったかな、1、2回だけやって終わったんで。じゃあ、まあ、あんまり虫キングの思い出っていうのはそうないんよね。そうなんですよ、うん、だからまあどっちかっていうと遊戯王派なんで、はいはい、うん、遊戯王バトルの方が可能性あるかなとは思うんですけど。いや、ないわ。いや、長かったな、説明。生贄捧げたろか、おい。やば、デーモンの召喚を召喚しました。あ、出た、デーモンの召喚、召喚ね。じゃあ、違います、はい、まあ言っちゃおうか。特大ケージにバナナトラップ仕掛けてみた。おお、3度目？そうですね、3度目ですよね、はい、特大ケージにバナナトラップを仕掛けるのは実は3度目で、はい、1回目、2回目と信じられない量取れて、うん、いや、嘘つくな。
平気だよ、はい、平気で嘘つくな、バレないでしょ、いや、まあ、あの感じのままいけたらな、はい、俺が突っ込まなければ、映像残ってるけどバレないでしょ、いや見られたらねアウトなんで、はい、2回やって2回ともゼロで、ゼロってやばいよね、はい、そう結構な数いるよ、結構な数います、うん、で去年と今年1回ずつやってゼロで、うん、はい、しかも今年に関しては結構絶対的条件の、まあ、25度ちょっと活発にした上で、はいはいはい、でバナナトラップも事前に用意したものと、うん、まあ、即席で、まあ、説明用に軽く作ったものみたいな感じの合計4本みたいな、はいはい、範囲も広げて盤石にやって1匹もおらず、うんうん、やばいな、はい、おらずで、エンディング中に本当に見たことない虫がつき始めるっていう、なんかこんなのおったんやって、はいはい、知らなかったマイマイかぶりみたいな、よくわかんないやつが、はい、いたっていうのがあったんですけど、はい、それのまあリベンジ回にはなりますかね、だからなるほど、はい、で今回は、うん、もう正直もう絶対つきます、あもう、はい、宣言、宣言します、はい、はい、絶対つく、なぜなら国産兜とは比にならないぐらいの食欲を誇る生態が実は今入ってまして、うん、なるほどね、はい、まあ、なんとなくチラッとはね、ああ噂は耳にしてます、噂は耳にしてますよ、ご近所、ご近所さんから聞きました、イエス、ヘラクレス、ヘラクレスみたいに、おお察しがいいですねヘラヘラを入れてるんですよ、そうですよね、はいはい、そう、それ伝えてはいるんですけど平岡さん実際見てないと思うので、見てない、うん、そう見たら、いやこれは絶対つくわって思うと思います、なるほどね、はい、なんでまずはバナナトラップを設置していくって感じなんですけど、なるほど、はい、今回はだからもうねやっぱね、その視聴者の方ありがたいことに優しいんで、うん、ゼロ匹の時いいもの見れましたというポジティブな方が多くて、はい、煽ってるのが分からないよね分かんない、分かんないですけど、うん、ポジティブに、はい、ポジティブに、うん、まあ経営者向きな発言の方が多くて分かんないけど、はい、分からんけど、ね、はい、ポジティブなありがたいコメント多いんですけど、はい、やっぱ中にはね、そのいろいろこここうした方がいいだろうとかいうのがあるんで、うん、はい、もう今回はもう先に作ってます、あもう事前に、ね、はい、やってるんです、そうですね、だから一応今までここで見せてたのは即席用みたいな、はいはい、のでこれで温度、なんて言うんだろう、まあそれはまあ過去の動画で見てほしいんですけど、うん、こうすることによって発酵を促進させるみたいな、はいはい、はい、まあ一旦なんかそこに対しても、まあ、熱を与えるんですけど、うん、そのバナナトラップのやつに熱を与えてこう強制的にあったかくなるようにしてるみたいな感じで、はいはいはい、そっからまあ一旦菌が死ぬんじゃないかとかいろいろ言われたりはするんですけど、まあ、結局それで僕はあの取れてはいるんで、実際外では、はい、ね、あの、はい、それはね奥村うどんといった昆虫採取の時のやつは実は多分説明はしてないんだけど、はい、それで作って取れてるんで、はいはいはい、まあ取れなくはないし、はい、普通に餌としては機能してるんで、うんうんうん、それはそれで、まあ即席用としてはまあありだとは思うんですけど、はいはい、今回はもう盤石に先に作ってるんで、うん、まあなどうしようかな、軽く説明だけになるんですけど、はい、バナナトラップのまあ必要なものはまずバナナ、バナナ、はい、焼酎、焼酎、砂糖、砂糖、はい、でそれを入れる用のストッキングとか、はい、なんだろうな、小学校の時とかによく見たあの石鹸を入れてるネットみたいな、はい、だから洗濯ネットみたいなやつとかでもありだと思います、はい、とりあえずまあバナナとバナナを入れれるやつみたいなのを用意して、はい、バナナをその中に洗濯ネットみたいな網、うん、まあ、今回ストッキングですけどストッキングの中に入れてきます、うん、はいはい、ちょっと崩しつつで柔らかくしてね、そうですね、でタッパーに焼酎と砂糖を入れて、うん、その中にバナナを浸すと、うん、はい、でそこでさらにちょっと染み込ませるために若干潰して、はいはい、それで日光が当たる場所に1日干しとくというか、うん、タッパーを蓋をして、はい、それで発酵させて、まあ、匂いを充満させるというかで、匂いを染み込ませるというか、ね、うん、っていうので、まあ、完成はい、でそれをさらに促すためにこう乾燥酵母菌ドライイーストとかを入れるとより効果があるよとか、はいはい、なるほどね、温度が高くなる車内で発酵させた方がいいよみたいなのがあったりするんですけど、はいはい、今回は、乾燥酵母菌は使ってないやつで1日日光の当たる場所に置いてたって感じですね。あ、じゃあしっかりと、はい、まあ、しっかりと、はい、できてるはずです、はいはい、っていうのがこちら、はい、はい、出ました、こちらですね、どっち、逆でもない、何それ、前前前、おちょっと来て来て来て、逆、まあ高評価ありがとうございます、何何これ何なのこれ、よくわかんないです、わかんないからこそ意味があると思ってます、僕はすごいね、はい、耐久化やな、はい、ありがとうございます、これですね、すみません、はい、真ん中のこちらお先に作って、うん、すごいな、はい、がっつり
やっぱ虫とかも寄ってくるんで。そりゃそうや、はい、匂いが一応出るもんね。袋を入れにしてました、うん、はい、こんな感じで。だから今口頭で説明した感じで作ってるんですけど、はい、まあ、詳しく知りたい人は多分バナナトラップ作り方とかで調べたら全然出ると思うんで、うん、それで調べてみてください。ぜひぜひ、はい、見てください、はい、さあこれでこんな感じ今なってますと。いきます。はい、おお、はい、おお、すごいね、すごいね、うわすごい匂い、あすごい匂い、すごいな、はい、ちなみに今回も、うん、我らが、宮崎のお酒といえばで、ね、うん、おなじみ、はい、霧島を使っております。あー飲みてふんだんに使わせてもらいました。飲みて、贅沢、はい、飲みてよ。そう、美味しいんで、芋焼酎なんですけど、ぜひ霧島調べてみてください。黒霧が好きかな。ああ意外とか、そうなんだ、うん、あれが一番黒霧、白霧、まあ、霧島、赤霧とかいろいろありますけど、うん、黒霧がやっぱ一番馴染みは、馴染み多いかな、うん、そうよね、こっちの人とかと、はい、多分そうですね、コンビニとかもよく置かれてるし、うん、ただやっぱ普通の霧島の方が飲みやすいですね。あちょっと芋感が強いんで、黒霧の方が。そうやね、はい、芋感のあの匂いが好きやね。そうだから、そういう人とか芋を求めてる人にはいいもん、うん、はい、意外とだからそこで言うと、うん、より芋感がちょっとなくなってるやつが小引きブルーっていう、あ、はい、小引きがあるんですけど、あ美味しいよね、あれも美味しい。ミモのね、あ、イモ、イモ、イモやったっけ、ミモ、いや、ミモだわ。あ、ミモか。いや、地中に俺埋まってるけども。いや、埋まってないわ、ジャガイモかよ、こいつ。いや、そっちなんだ、そこなんですね。里芋の、里芋じゃない、さつまいものつもりでした。ジャガイモでした、はい、俺のイメージは。あ、なんか、はい、食い違いが起きて、ちょっとほっぺが赤くなってるんですが、なっちゃって、イモだけに。あ、イモ、ミモ、どっち。ちょっと面白すぎるわ。やめろよ、危な。ひどいミモのね、はい、お父さんがね、なんか、そうですね、送ってくれて。あ、はい、はい、未だにたまに飲んでますよ。あー、もう結構送ってくれたんで、ね、いっぱいあるからね、はい、僕ん家もあるんで。ああいいよ、ね、そう、ぜひ調べてみてください。小引き、はい、小引きだったり小引き霧島、うん、あとはまあ帯杉、帯杉ね、はい、美味しいんだよね、あれも美味しいね、うん、あそこら辺調べてみてください。お願いします。はい、で、よかったら案件も待ってます。何の、はい、お酒の、はい、何やろ。バナナトラップ作るときに、はい、こんななってんねんから、ぜひ飲んでくれよって。いや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 、バナナつけんじゃねえよってなってるって。いやだから、バナナもつけれるし飲めるし、はい、あ、まあ、そう、最強 の、はい、あのお酒なんで、はい、ぜひ案件もお待ちしてます。あ、案件ありがとうございます。ないよそんな店舗で案件来ないな。はい、すいません、これね、はい、でも今回しっかりできてると思います。匂いもしっかりして、はい、皆さんも一応匂い嗅いでくださいね。ほら、こんな感じです。お、浅草寺か。そんな、匂い嗅げないんで。あ、嗅げない、はい、まあでもしっかり発酵して、匂いも、はい、この空気がこう、なんていうんですか、循環されてるような場所じゃなくても、うん、こう、ふわっと広がっていくんで、ね、これだったら来てくれるんじゃないかな、みたいな。確かにな、匂いにやっぱ寄るイメージありますしね、はいはい、そうですね。かつヘラクレスで、はい、今ね、ちょっと今後改善はしていくんですけど、だからちょっともしかしたら時系列でこれ結構後になってる可能性もあるんですけど、うん、今現在結構いて、はいはいはい、で、餌場的にちょっと餌場が足りてない状態なんで、そんな感じだよね、はい。バナナトラップを今回は仕掛けるんですけど、はい、実際のところそのまま餌にもしようかなというか、あー、はい、なるほど、ってぐらい、ね、だからちょっとお腹空いてると思うんですよ。なんだ、おー、じゃあもう、はい、万全やね、万全です、状況としては。はい、なんで、はい、すごい光景が見れるんじゃないかな、うわー思います。大丈夫、1回目とかもなんかでもなんだかんだそんなこと言ってたから気するな、はい、まあそうですね、1回目、うん、2回目って言ってたけど、うん、だからもう種類も違うし、食欲もまあね、やっぱ行動範囲も違いますね、まあ、やっぱそうなんや、今までとちょっと桁が違います、サイズがね、はい、まあそうか、でかいしね、平岡さん見てないからってのもあるかも、ね、まあ、ちょっとじゃあ見に行きましょうか。うわー、ちょっと楽しみですね、はい、じゃあこれをちょっと持って、はい、じゃあバナナトラップ仕掛けるところに行きましょう。はい、特大刑事の方まで、時たまご耳流し、おい、耳に、え、で、いで、いで、いや、中耳炎になっちゃう、いで、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 はい、あ、はい、あれから、卵4時間ほど耳に流させてもらったんですけど、耳のキャパやばいな、どうなってんね、ということで、まあ、つきまして歩いて 2,3 秒なんですけど、いや、本当だ、はい、本当。まあ、平岡さんがね、ちょっと見えないように、そうです、普段と違う場所からスタートで、ちょっとね、こう、行ったらね、そう、見えるかも。じゃあちょっと平岡さんだけ、まあ動画で前のやつで上がってるんで、うん、そこで詳しくは見てほしいです、見てない方は。僕それも見てないんですよ、ね、はい、なんでまあじゃあ見てくださいぜひ。はい、そう、まだ動画上がる前なんでね、はい、こちらです。うわー、
すごっ、すごすぎないマジでこれはすごいね、はい、ちょっと一回開けましょうか。やばいな、すごっ。うわ、102匹います。うわ、101匹ワンちゃん。いや、すごいそう、だからね、ちょっとね、うん、多分この動画上がってる時には数減らしてると思います。あまりにもやっぱ多い、あまりにも多かったな。うわー、戦ってる、はい、で、餌はがもう真ん中にしかないんで、はいはいはい、ここにしかないんだよね。そう、お腹空いた子たちが、まあ、ここゆっくり食べてますけど、そうやね、はい、が、もうちょっとここの餌場で集中しちゃうというところで、はい、すごいな。どんな光景なの、これすごいですよね。意味わからんな。いや、だからもう本当に日本にある唯一のグアドループ島です。いや、ここが、はい、ミモドループ島か。ミモドループ島です。ドゥスって言ったけど、すいません、現地の人や知らんけど、これね、すごっ、マジでこれなんか完成形やん。いや、これはそうですね。すごいわ。ちょっと100、まあ、かつだから今後この動画上がる前に多分減らしてる報告とかしてるんじゃないかなっていうぐらい、ちょっと多いな、うん、そうですね、まあちょっと時系列どうなるか分かんないですけど、まあ、数が減ってる時は減ってる時で動画にしてると思うんで。すごいわ。まあでもこんだけ、いや確かに、はい、これはいるわけですから。いや、今回あるな。はい、さすがにあるわ。だから今回はもうここに、うん、バーナートラップを仕掛けて、はいはい、ヘラクレス採集ですよ。いや、すごい贅沢よね、はい、贅沢です。で、かつ、まあ、こことここに餌がないんで、こっち側、はい、こっち側ね、両サイド、はい、なんでこっち、この2つに2ずつぐらいのぐらい置こうかなと思ってます。あ、はい、で、ここはもう集まってるのは間違いないんで、多分、あ、そうだよね、はい、こんなにやるんだよ。見てください、信じられない飲み方してますからこいつ。いや、飲んだくれやん、こいつこいつ飲んだくれやんだから、国産カブトの時ってここに、うん、こうゼリーバーっと置いてたら、はい、全部食い切ることなかったんですよ。あ、同じ100匹でも、はいはいはい、ヘラクレスの場合やっぱもう結構すぐ1日でなくなってる感じになるんで、空量が違うねんな。空量が違います。だから全然足りてないと思うんですよね。じゃあもう今腹すかした状態でね、はい、まあ、結構余ってるわけや、こいつらは。そうですね、だから強いやつらが食べれてるって感じだと思うんで。確かにこいつやばっさやもんな。こことかももう、うわ、マラソン以外は。確かにこれえぐいな。え、なにこれ、最強のヘラクレス養成所なの。残った一匹が、残った一匹いや、悲しすぎるよ。悲しすぎるってなんでここにちょっと置いていきましょうか。はい、ここも喧嘩してますよ。すごいわ、ほんまやね、こっちでも。まあね、だから餌がない分喧嘩も多いかもしれない。そうですね、それをね、改善するために平和の使者、はい、そうですね。なんで、まずはまずここですね。はいはいはい、まあ、絶対行くでしょっていう。いや、まあ、確定やろ、はい、これは。さあ、こんな感じで、ね、あ、ちょっとこっち側にしたいかな、見えるようなね。さあ、いいんじゃないですか。もう下にいるわけだからな。またでもこれを取るためにもうみんな寄ってひっついてる。そうですね。3匹いたんだ。うわ、すごい、3体連結や。ちょっと一旦、はい、どかしておきましょう。こことかにもいるんですよ。いや、すごいね。ここにもいたわ。そう、ここにもついてて、はい、全員。そう、サイズも結構いろんなサイズいて、ね、ちっちゃい子もいや、もうほんと結構大きな立派な子もいてね。そう、楽しいですね、うん、楽しいな。で、うん、ここもありだと思うんですよ、僕。どこ、ここ上がってくるってことは、あ、ここも結構頻繁に来ると思うんで。なるほど、全然ね、この柱についてるしな、はい、そうですね。こういう感じで、なんかここにも置いときましょう。すごい。あ、だからなんなら、ちょっとバナナ増やすかもしれないですね、餌用で。あ、今後。なるほど、ね、様子見て。で、隣かな。はい、こっちもすごい量いる。結構いるな、こっちも。
こっちの方がすごいですね。多いね。やっぱ止まりやすいからかな。うん。確かに、ね、落ち着いてる感じが。落ち着いてるな、みんな。うん。どこに吊るすのがいいんかな。おっ、おっ、おお、みんなどうしたの？何したの？僕の体重で、アクリル板が。遠くね。確かに。お、ああ、そういう感じでね。かけれないか。難しいね。意外とかける場所に苦労するな。ちょっと漏れそうだけど耐えてくれ、木。もういるのにねっていう。そう、一回話しとくか、ちょっとさすがに。はい、うん、寄ってくるっていうのを見たいかな、はい、いや、ここのやつもともといたじゃんって突っ込まれるの嫌やしな、はい、そうですね、完全に、うん、完全制覇したいんで、はいはい、絶対ヘラクレス捕まえます、僕。いや、捕まえますって、もういっぱいいんねんから。全然、トラップ仕掛けんでも大丈夫だよ、ここ大丈夫、取れる、もうトラップ仕掛けたのについたやつしかもう取れないんで。ああ、なるほど、仕掛けないとダメだ。こっちにもつけたいな、やっぱ、うん、まばらに置いときたいんで。うわぁ、もう、びっくりさせんなよ。びっくりした。落ちてきた。はい、ヘラクレスが上から落ちてくるってすごあるの。上からヘラクレス、マリコみたいに言うんだよ。マリコ以来の上から、まさか。さあ、ここに引っ掛けらんないかな。でも今落ちそうだよ、このままで落ちちゃうか。まあ、そう、一周させればね。まあ、ここでなんとか耐えてほしいな、はい、で、ちょっとこいつ離してね、離します。まあ、一旦ここのところに置いといきましょうか。近くにいる子たちは一旦離れて、はい、完全制覇しますね。うん、完全制覇よう分からなきゃ、さっきから言ってるけど。どういうことなのって思ってるし、条件なんだ、完全制覇。分かんないっす。かっこいい、すごいね、いっぱいいるな、すごいな。いや、これすごいですよ。異常やで、はい、異常な光景やわ。異常な光景ですね、マジで。いや、立派なやつもいますよね。そう、立派なのもいるんですよ。だから、これハワイアンビートルの社長に、はいはい、去年から用意してもらって、うん、羽化してきた子たちをバーッと、まあ、角曲がりの子をメインとかにしてもらって、うんうん、購入したんですけど、だから購入した動画もあるんで、ぜひ、それも見てください。すごい、一番大きいのに多分165の子がいるらしいです。さっきなんかチラッと見えたけど、なんかでっけえの。こいつめっちゃでかいんですよ、ね。いや、こいつでっかいよね。はい、で、やっぱちゃんとセンターにいいんやな。そうですね、ありがたいですね。あ、でもね、いい、こうちっちゃい、これぐらいの子、はいはいはい、これぐらいの子とかがやっぱいいっすけどね。こういう子がいるから、うん、より自然感あるというか。あるね。全然、はい、ほんと150台、40、下手したら40ぐらい、これ140、50。いや、これ多分120ぐらいですよ。あ、20ぐらい。はい、多分自然界も言っても120とかなんじゃないかな。あ、平均はメインは、あ、いや、わかんないけど、まあ、行ったこともないんで、適当なこと言ってますけども、はい、これとかもめっちゃちっちゃい。これ100ぐらいだと思います。あ、ほんまめっちゃちっちゃいよ、はい、からね、160までいると、はい、っていう感じで4つ、これで4箇所、はい、1箇所目がね、こちら。そうですね、で、2箇所目、はい、はい、で、3箇所目、3箇所目ね、はい、で、ここね、こちらね、はい、で、4箇所目、4箇所目という感じで、はい、この今、近くにいるこの2体は話とかで大丈夫？あ、これも話しておきますよ、うん、じゃないと、いたじゃん。確かにな。さあ、完全制覇できるかな。いや、ちょっと楽しみですね。で、なんか結果、うん、結果は、今日夜中、具志堅と撮影なので。俺じゃないんかい。はい、俺、具志堅だ。具志堅と撮影させてもらうんで。頼むぞ、肩揚げポテト。平岡さんは動画で、はい、よかったら確認してみてください。そうやね。すいません、やっぱ、ある程度時間を置いておきたいんで。うん、じゃないとな。はい、ちょっと僕もさすがにね、夜中は撮れないんだよ。そうですね、今日は、うん、よし、じゃあ、できるだけ話しましたんで。いや、すごい、どうなるかね。今のところ、本当周りにはね、全く、まあ、いない状況なんでね。そうですね、これが、まあ、これを匂い感じて伝ってくるのか、うん、
どうなのか。いや楽しみや。楽しみですね。どうなんや、はい、予想、まあ大体どんな感じに仕上がる。いやでも言っても喧嘩とかしちゃうと思うんで、こういっぱい集まってきても、うん、まあそうやね、うん、だからそんなにこう、もうバナナが見えないみたいな感じにならないと思うんで、はい、予想は1バナナにつき5億、うんうん、どうなってんねん20億どうなってんねんぐらい。いや曲げへんどうなってんのすいませんこいつがどうなってんのあ、まあでもリアルに、はい、リアルにお願いします。多くても3。ああ、はいはい、はい、まあ、そんな感じですね。ただまあ、もうでも全部、全部確実に111はいます。なるほど、なるほど、はい、なんか4匹以上はいるかな、うん、はいはい、はい、と思ってますんで。じゃあ、それいた子たちを捕まえられるみたいな。そうですね、感じやな。うん、で、まあ多分これ数減らさないとなんで、うん、まあこの動画上がってる時にはですけど、はい、もうで、バナナについてた子をメンバーシップの視聴者の方にプレゼントしようと思います。うわーすごい、はい、絶対ゼロあかんやんいやでも安心してください、うん、それよりも前に多分何匹か減らす分はもう視聴者のメンバーシップの視聴者の方にプレゼントしていこうかなと思ってるんで。いいですね、はい、バナナでと、バナナで取れなくても大丈夫です、はい、あ、はい、よかった。おそらく、うん、ちゃんとね、はい、プレゼント用のヘラクレスは、ね、まあ一応確保できてると、はい、そう、形になると。あ、まあ、そうですね、減らす、あ、そうですね、うん、はい、なんで安心してください。なるほど、はい、で、これ、このタレも飲みたいもんないや、それ霧島の話してるじゃん。そうこいつもね、あればいいんだけどな、なんかねえ、だってこういうのはもう飲むわけでしょ。はい、もったいないからな、なんか受け皿みたいなのあればいいけど。こいつ何してんの、杖みたいな。ほんとだ杖みたいに出てるなんかに何してんの、まあ、この木に入れとくか。うわーすごい、あ、めっちゃこぼれた。神が垂らした、この世界の神が垂れを垂らしてますね神だれ、神、神だれやな、あのね、俗に言うこれが俗に言う神だれか。これが神だれです聞いたことない言葉さあ、この世界はね、雨が降らない代わりに神だれがね、はい、神だれが降ります、うん、すごい。ここら辺とかももう垂らして見とこうかな。まあね、それによって来る子たちもね、はい、なんかこれどこに入ってんだろう。なんかこぼれてたけどな、あれでもたまらんやん。まあそうか、もう濡らしとこ、濡らしときましょう。ああ、さあこの神だれが吉と出るか、もしかしたら神だれの方にねめちゃくちゃ確かにな、バナナだらこピリモワ、確かにバナナに垂らしとこ。ああそうですね、バナナにしっかりかけて。あ、でもいい感じに猫がな、全然舐めれてないみたいな映像になりました水道水懐かしいな、懐かしいなーって懐かしいなーって。よし、これで、はい、これでしばらく待ちましょう。いやー楽しみ、いや楽しみですね。ちょっと僕もね、個人的に動画に上がるの楽しみしてます、はい、いや、さあ、だから僕の、うん、初めての特大ゲージの捕まえたクワガタカブトムシがヘラクレスになる可能性が高くなってきたんで、はい、あとはこれ、まあ多分今日、具志堅、平岡さんと具志堅と撮影を終えて最後に撮ろうと思うんで、なるほど。だまあ12時間後とかになるかな。おお、じゃあ結構時間空いてるからね、はい、なんで、それまでしばらくお待ちください。はい、はい、じゃあちょっとこっちにしようか、バナトラップ確認する時間まで。うわ、俺グシになるのか、はい、来たもん。グ、グシ、グシグシ持ちながらグシ、はい、あれから、12時間ほど卵を持ちながら上下運動させてもらったんですけども、カメラマン変わって、手裏剣くんです。いや、具志堅ですよ。具志堅か、あ、具志堅になったんだ、ごめんごめん、そうだ
ギザギザぶん投げたのか。いや怖具志堅だけちょっと訳分かってないかもしれないけど。あ、そっか、見てる人は分かんない、うん、そう、実はね、具志堅との撮影前に、うん、平岡さんと、うん、撮影してて特大刑事にバナントラップ仕掛けてみたんですよ。え、そう、実はバナントラップ仕掛けてて、そう、だからこれからちょっと行こうと思うんで行きましょうか。緊張するな。そう、俺もどうなってるか、12時間だからこっち入んないようにしてたから、ちょっとじゃあ早速行きましょう。もう電気つけて、もうこれでね、ちょっと夜の昆虫採集みたいな感じ。ドキドキする、うん、一旦こっち側向いて行こうか、お互い。はい、うん、さあ、行きます。こっちで、まあ、ちょっと朝方の気配かな、うん、で、ちょっとね、ちょっとこんな感じで、で、ちょっと一回もう、全体を照らしたいから、うん、全体を照らそうと思うから、はい、引きで撮ろうか、具志堅ここで撮りましょうで、俺ライト当ててカメラ速攻にも切りゃいい。そう、全体を見ているかどうかをまず確認しよう、引きでにします。だからちょっと一回扉だけ、窓だけ一回ちょっと開けるわ。はい、アルプ今見てないから俺。はい、ちょっと気をつけながらね、もしかしたらエアプレスがね手前の方に来てる可能性もあるから、ちょっと慎重に軽く開けよう。ちょっと全部開けると怖いから、これぐらいで。よし、じゃあこっちに照らすんで、僕いきます。3、2、1、はい。お、あ、いたいたいた、いました、いました、すげえ、いました、ヘラクレスいました、すごいすごいすごい。待って、ちょっと待ってよ、気をつけながら。一番見やすいところにいる。すごいすごい、2匹、2匹ついてる。うわ、足元気をつけながら、はい、手前もいるから。はい、歓喜すごいです。1匹、すごい、あ、すごいすごい、よいしょ。いや、匂いがすごいね。ここに2匹、はい、こっちは完全に食ってるからね。おお、すごいすごい。さあ、他のバナナはどうだ。こっちにあるんだよ、バナナ。こっちはどう。こっちはついてないか、ついてないか。なるほどね。ちょっと足元、足元の方、一回こっちに行かせます。はい、いや、すごいな。これを、え、お、お、ついてるついてる。待って、ほら、こっちもこっちも、ほら、こう、ほら、ほら、見える、ほら。これはじゃあ2いるね、すごい。あ、見て、こっちもだ。おお、めっちゃいる、めっちゃいる。ヘラクレスめっちゃ来てます。まあ、一回下とかね忘れてもらって。めっちゃ来てる。ここ1の2、2で、あそこに2。はい、合計5匹か。4箇所で5匹。4箇所で5匹。おお、すごい。ちょっと俺虫かご持ってくるわ。やばいやばい、めっちゃいるの。ヘラクレス早くしないとね。確かに、でも逃げちゃう、逃げちゃう。虫かご、ライトを持ちます。あ、ありがとう。はい、虫かごどうしようか。ちょっと、ちっちゃい虫かごしかないんですけど。おいおい、冬のいい洋服全部入るわ。ちょっとこの虫かごでこの中に、よし、とりあえず5匹視聴者の方に、あ、視聴者というかメンバーシップの方にプレゼントできることになりました。いや、よかった、とりあえずこの5匹にしましょう。はい、あ、一回ね、とりあえずここの子を捕まえようか。はい、こっちの子が完全に食ってるからね、これ見て。あれ、食ってないか、なんか。まあまあ、ね、さっき、まあでも、そうだよね、光でちょっとビビっただけだと思う。いや、めっちゃ綺麗な。ちょっと一匹捕まえましょう。はい、捕まえました。やった、ヘラクレス、自宅でヘラクレスゲットです。素晴らしい。めちゃくちゃ立派な、ね、しかも結構立派な、で、伏節もかけてない元気な子でした。すごい、1匹目で、ちょっと見やすいように電気つけるか。あとはとりあえず取れたから
そうしますか。まあでもいいか、一回捕まえようか。せっかくだし、こんな体験めったにできないしな。はいはい。これも結構でかいんじゃない。ちょっと、はい、はい、来ました。おお、立派、結構でかい。14ミリ、5ミリぐらいあるかな。すごいです。しかも元気、爪もしっかりしてる、立派な子、うん、はい、もうすごいね、ガチじゃん、ガチ。さあ、あとは、あ、ここにもいた、すごいな。あ、監視カメラの上に、え、うお、すごっ、監視カメラトラップじゃん。監視カメラトラップだ。あそこに蜜仕掛けた。甘いもの。あ、だからめっちゃ傾いてるわ、これ。ああ。こいつにやられたんだ。すごい。ちょっとルパン気質だね。あ、四角いの。あ、で、ここね。ちょっとこっち開けようかな。こっちから来ないよ、具志堅。これね。これとかも見て、完全に食ってる。あ、もうこれ自然じゃん。てか、こう見たらさ、リアルだな。小林すごい。小林もなんか自然な感じするもんな。小林がいて逆に嬉しいぐらい。ここに来て、ね、演出して。マジ自然だもんね。なんかこの感じさ、もう外じゃん。ぽいっすね。ね。去年の昆虫採集でこんな絵あったもんね。クワガタカブトムシで。あ、すごい。しかも捕まえていきましょう。外国や。ちょっと捕まえるね。あ、はい、やばい、逃げそう。あ、捕まえました。はい、捕まえました。おお、でかいでかい。めっちゃ立派だ。150ぐらいありそう。自然界で150ぐらいの子っているのかな、わかんないけどね。3匹。はい。してこれもね、これも完全に来てるもんね。すごい。あ、ちょっとたくましい。うんうん。立派な子。まあ後で捕まえた子は改めて見ましょうか。はい。さあ、あと、あとここか。はい。これも完全に、あ、でも結構でかいよ。これ取れるかな。お、取れました。よし。はい。おー、素晴らしい。捕まえました。いいね。はい、ゲットです。素晴らしい。はい、ちょっとライトトラップのコマにするか。ライトトラップにも来てるし。これライトトラップだったんだ。はい、ちょっとまあこれはエクストラステージみたいになるけど、ライトトラップの子、はい、ゲットです。はい、うわぁ。あぁぁぁぁ、どうした、具志堅。フルモートで F1 カーが飛び過ぎてる。あ、F1 小バイカーね。すごいね、こう飛んできてんのかねってことだよね、多分ね。あ、なるほど、そうだ、暗くしてるから。やっぱ紫外線ってそうなんだな、すごいな、うん、こんなところにも、ちょっと一回ケース、この虫かごは一回取り除いて、はい、ちょっと暗闇のヘラクレス見てみよう、観察。もうちょっとやっぱここがね、真ん中がスポットになって、そう、あ、メスだ。はいはい、あ、見つけてた、後ろ。はい、あ、そうなんだ。この山、小映えが多い。何座なんだろうね。ちょっと遠くから見よう。こう見たら、あそこしっかり、ずっとあいつ多分いるんだよ、餌食ってる。ああ、はいはい、まあ、ズームしてあげてよ。ああ、すごい、これもう自然じゃん。なんかさ、コオロギの音とかさつけたらもう自然じゃん。確かにね、このズームだけで動かしていきます。ここら辺とかめっちゃいる。おお、やっぱこうこれまた別のタイミングで多分メンバーシップの方から優先的にプレゼントしていく感じになるかなと思うけどね。あれ、ちょっとめっちゃでかいわ。あの、見えるかな、これな。こいつめっちゃでかい。後ろに下がっていってるんぞ。光かな。すごいな。
落ち着いてる子もいればいやでもこのバナナトラップにしっかり来てくれてよかったね。行動範囲が広いね。はい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 。あと餌の消費量もすごいから、国産カブと100匹に比べて今、はいはいはい、今多分本当に足りてないって感じだから、ね、そこで言うとあじゃあまあバナナの餌に、うん、大成功でした。で明るヘラクレス明るいのを見たいよっていう人はぜひ過去動画とか見てみてください。今日はもう完全に夜のグアドループ島を再現させてもらってなるほどね。あそこもいる。あんなおー草木の上。あすごいでかいな。しかも155ぐらいあるそうな感じだけどね。カリカリなとこいるかな。でもそんぐらいかな。上はあ、でもあの葉っぱの裏にちゃんといるよね。つまがき。うん、あれ。あ、もうちょい右かな。あ、そこだ。これわかる？これ。あ、それだ。その奥、この葉っぱの奥だ。あ、そこそこ。あー、いた。これか、これ。他にもいるわ。あ、すごいね。あ、素晴らしいです。すごいね。飛ぶようになるんだろうな、餌求めたり光に。ちょっとこいつも。いやー、よかったです。はい。でもやっぱ、一匹が結構占領するのかね、もしかしたらね。奪い合って、強かったやつが占領した感じなのかね。いや、すごかったわ。いや、貴重でした。はい。はい。まあ、捕まえた子だけ見ようか、最後。はい、はい、ということで、うん、いや、無事に捕まえることができました。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、疑似グアドループ島体験できた。うん、いや、よかったね。で、捕まえた子なんですけども、はい、ちょっと今、大きい虫かごに入れてて、はい、ちょっと山にこれ、持って行ったんですけどビッグサイズだどうだ。あ、でも結構でかいじゃん。結構立派な子が多いね。すごいね。あ、でかい。こいつとかでかいね。黄色、黄色いね。そう、だからいろんなサイズ感もまちまちで、なんかそれも自然感あっていいね。ちっちゃい子もいれば、うんうん、こんなでっかい子もいるみたいな。自然界でここまで大きい子ってなかなかいないのかもしれないけど、わかんないけどね。はいはいはい。うん、いやでも捕まえれてよかったです。はい。で、まあこのなんか応募方法みたいなのは、まあメンバーシップの方で多分上げてると思うんで、うん、うん、まあ、もしかしてこの動画上がってる時には終わってるかもしれないけど、これ自体は。でも、まあまだね、すごい多いから数。はいはいはい。うん、まだちょっと募集すると思うんで、うん、うん、まあ、気になった方はぜひメンバーシップも、うん、よかったら入ってみてください。はい、はい、まあ、でも一応基本伝説の部屋って一番上のランクから順にって感じになるから、うん、メンバーシップも順番待ちとかになるかもしれない。うん、まあ、そこは入ってみてって感じになるかな、とりあえずは、うん、だからこれより前に言ってたりするかもしれないです、動画的には。うん、うん、いやでも初めて、うん、初めてこのケージでバナナトラップ仕掛けて捕まえれたのが、うん、ヘラクレス5匹じゃあ急成長すぎるだろすごくない？一気にぶち抜いていったじゃん。ぶち抜いたね、完全に汚名返上。いやでもちょっと良かったです。うん、なんか本当に疑似最終体験みたいなのができて、はいはい、うん、で、しっかり来てくれてたから単純な行動範囲な気もしたかな。で、あと餌がゼリーで事足りてたってのもあるかもしれない、この国産カブトに関しては。なるほど、もしかしたらね。そう、いや、そこで言うといい機会になりました。で、この子たちはもうここに入れてると逆にスペースが今狭い状態になってると思うんで、うん、この子たちは個別で一旦管理しようと思います。はい、はい、いや、ということでね、まあ、具志堅、はい、まあ、最後最終の場所になったけど、はい、うん、ついに、はい、一旦完結でね。そうか、まあでもそうですね、うん、優秀の美というか、そうね、
具志堅的にはまあどうだった、最後の場所、最終の場所しか見れないけど、見れてないけど、いいとこだけやらしてもらえて、うん、嬉しいです。ああでもよかったね。これは平岡さんも嫉妬する結果だったと思いますね。確かにね、これはこれで貴重でした。暗闇の中で、ね、あそこについてたのは、うん、感動的でしたね。ちょっとテンション上がったね、うん、最初さ、俺これここの一番端しか見てなかったから、あ、はいはいはい、そこを見てたらまさかのね手前2匹いたからね、うん、一番見やすいところに、はいはいはい、いやそれもそれで良かったね、はい、良かったですね。いやだから、うん、だから今後もねまたちょっとやってほしい企画とかあったら、うん、ぜひ、まあ、コメントも含めてお待ちしてますんで、はいはい、あとはねだからとりあえずメスも入れてるからそこが産んでくれるかどうかっていうのも含めね楽しみなんで、特大刑事の再生リストとか今後も上がってくると思うんでぜひ気にかけてみてください、はい、はい、ということで今回の動画以上です。ご視聴ありがとうございました。